します。ありがとうございます。ことしてるかわからなくなって、ジャングルジムの向こう側に見えた夕日は、僕の体を汗と涙で潤すよ。逆上がりくるりんくるりんと位置を蹴って、重力に逆らえ、逆上がりくるりんくるりん、世界がひっくり返るよ。苦手な僕はみんなを見返したくて、鉄の匂いに染まった両手で毎日練習していた。焦れど焦れどうまくいかない、ふと気づいたら、君が横に来ていた。私も頑張らなくちゃと、僕にしかできないことってきっとあるから、僕は僕でいいんだと、この時初めて知ったんだ。逆上がりぐるりんぐるりん、大地を蹴って重力に逆らえ、逆上がりぐるりんぐるりん、見えてた世界がひっくり返るよ。ありがとうございました。山田匠でした。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。